岡野氏は、戦国時代から、江戸時代にかけての武家。戦国時代末期に、御北上氏に仕え、江戸期には、徳川氏に仕え、旗本となった。家系は、官武兵士今左流北上氏支流で、鎌倉幕府特捜家の末裔という、家紋は丸に、片場みそう。家電によれば、中仙台の乱を起こした、北上時行の子孫が、伊豆国田方軍、田中郷を領し、 田中氏と称したという、安行の時小田原の北条を宇治安に仕えた。安行の子、通る生は宝城宇治政に仕えたが、宇治政の命により北条氏重心、板部岡康尾の医療を継ぎ、名字を板部岡に改めている。小田原征伐後には、通る生は豊臣秀吉の乙義衆となり、その命によって岡野氏を称した。秀吉死後は、着久のえていた。 徳川家康方となった。関ヶ原の戦いにおいては、通るは、小早川秀明を内容させるための交渉役として活躍した。岡野家は、旗本として存続した。通るの着南、某久氏の子孫は、武蔵国続き郡長津田村を代々漁師、菩提寺は、大林寺寺。寺師、ふさじの系統は、相模国高座軍、淵延村を漁師た菩提寺は、 竜蔵寺。田中康之の娘が徳川家康側室の陽太井を生んだことにより、岡野房さが徳川頼信に伏せられ、岡野秀明の四子、房明の家系が後に、紀州藩家老連盟に取り立てられた。1、実戦は実誌、転戦は用誌。2、数字は本家家徳順、丸数字は房さ系の家徳順。ありがとうございます。